はい。皆さん、こんにちは。ひろしのジニュースチャンネルです。えー、今日はですね、あの、日本で行方不明になった方々をですね、こう、なんかそのリストとしてまとめている、えー、これですね、えー、NPO 法人日本行方不明者捜索地域安全支援協会というホームページがありまして、で、私、ちょこちょこ実はこのページ見ていてですね、あの、発見されたり、まあ、もしか何らかの理由で、なんかあの、ちょっとリストから消えてしまった方とかですね、いろんな、こう、今日本で行方不明になっている方がですね、 まあ、なんて言うんですかね。あの、家族の声と共に乗っているんですね。で、あのー、まあ、ちょっと見ているとですね、あなんかちょっといろいろ残念だなって思うこととかですね、ちょっと怖いなーって思うこととか、ま、いろいろあるんで、 ちょっとですね、紹介をしてみようかなと思いました。で、あの、これを見てる、この動画を見てる人たちでもですね、ああ、この人私もしかしたら見たことあるかもとか、ちょっとした情報で構わないので、えー、もしあったらですね、あの、この日本行方不明者捜索地域安全支援協会、略して MPS というサイトなんですけども、ここに連絡をして開けてください。で、えー、どんな方が行方不明になってるのかをですね、ちょっといろいろ見ていくとですね、こういうふうに書いてあるんですね。えー、ひささんとかですね、えっ、ー、と、ここにふりがなが久さも 老さん51歳男性、家出した時期、2019年9月21日とかですね、えー、この方、えー、和歌山、えー、和歌山信子さん85歳っていう、85歳のおばあちゃんとかも行方不明、失踪しちゃってるんですね。で、家出した時期は2019年とか、そういう感じでね、書いてあるんですね。で、こっちのページ、あのー、この久森さんのですね、ちょっとあのー、ページをクリックすると、こういう風に えー、載っているんですね。ぜ、ぜひ情報をお寄せください。ということで、えー、家出人の名前、久森春夫51歳男とかですね、身長170センチ、体重、血液型、職業、職業は警備関係とかですね、まあ、こういうふうに書いてあります。で、あの、ここにね、情報とかも載ってるんですね。えー、とっと、2019, ちょっね、えー。見えますかね。よいしょ、こ、え、い、ー。2019年9月21日頃、伊勢原市の自宅から外出後、えー、行方が分からなくなっています。本厚劇。 海老名駅など小田急沿線線のパチンコ店、ネットカフェを利用している可能性があります。で、これがその他ですね。これは家族からのメッセージがよく書かれてるんですね。えー、みんなで心配しています。早く帰ってきてください。お金のことは心配しないでいいですよ。えー、情報をお持ちの方はぜひご連絡ください。よろしくお願いします。ってね、こうやって書いてあるんですよ。で、他の方もちょっと見てみる。例えばこの、武藤智也さんですかね。若いですね。この20、20えー、これですね。 武藤智也さん23歳。家出した時期は2019年6月20日ということです。ちょっと見ていきましょうか。えー、若いですね、えー。武藤智也さん23歳、男性。身長175センチ、体重は60キロですね。で、えー、これ、情報を見てみるとですね、えーっと、2019年6月20日1時頃、友達と遊びに行くと言って、バイクで出かけたまま帰宅せず、行方がわからなくなっています。えー、6月25日、 山梨県内でガス欠のバイクが発見され、えー、付近を捜索しましたが、発見に至りませんでした。えー、当日の服装はグレーの上着、T シャツ、黒っぽいズボン、えっ、ー、と、なんだ、まあ、い,いや、えー、グレ、ク、クロックスグレーのリュックサックと思われますと。えー、これで、あと家族からメッセージ。友や、何も心配しなくていいから、元気で帰ってきて、みんな待ってるよ。 連絡もない。連絡もなく心配しております。えー、情報をお持ちの方はぜひご連絡ください。よろしくお願いします。って書いてありますね。まあ、ちょっと家族からのこういうなんかそう優しいメッセージが最後にこう書かれてるんですよね。うん。で、あの他にもですね、この後藤和樹さんっていう方もいますね。で、あのー、まあこの、なんていうのかな。ちょっとこの情報っていうのもなかなかこう、ごめんなさい。ちょっと不謹慎だけど興味深くて、 あの、2018年6月18日、会社に出勤後、お昼に会社の寮、え、これ、愛知県ですね、会社の寮に一旦戻って着替えをして外出後、行方がわからなくなっています。携帯電話を所持していますが、現在は電源オフの状態で連絡不能の状況です。失踪時の服装は T シャツ、ジーンズ、黒のリュック、ニューバランス社製の紺のスニーカーと思われます。えー、かずき、どこでどうしているのみんな心配してるよ。 何も心配しなくて大丈夫だから帰っておいて。せめて無事でいることだけでも知らせてほしい。家族、友達、みんなが待ってるからね。っていうことで、まああのー、ね、急にね、会社のお昼、お着替えをしたらフラッといなくなってしまったんですね。まあ何が彼にあったのか全くわかんないんですけど、うん、まあこうやって今行方不明者サイトにね、掲載されているという状況ですよね。あのー、これもですね、まあちょっといろいろ、 えっと、このね、中田翔平くん22歳っていうのもちょっと僕気になってて、あの、若いじゃないですかみんな。ね、なんかそういう子たちが失踪しちゃうんだなって思うとちょっと、ちょっとゾワッとするんですよ。で、えーこれ、この子学生なんです。で、ここにですね、あの、この情報っていうのがあって、まあ、このもうちょっともう一回情報をね、これ読んでみるとですね、<laughs> 東京都出身、宮崎市内で大学生活を送っていましたが、2017年2月に大学の定期試験を受けたのを最後に行方がわかりません。住民登録はそのままで状態で変わっていないので、偽名で生活しているかもしれません。家族からのメッセージ、元気でいることを願っています。自分の意志でないのか、何か外部の強い力でいなくなったのかは何もわからず、大変心配しています。 えー、とにかく家族の誰でもいいので連絡ください。待っています。些細なことでも構いませんので、情報の提供をお願いいたします。ってあるんですね。 だからこれ、あの、僕はちょっと怖いなと思うのは、誰かに連れ去られてしまったんじゃないか。ね。誘拐されてしまったんじゃないのか。それともどこかで、まわ、あ、かんないですよ。例えばですけど、崖から落ちちゃって、そのままずっと行方知らずになって発見されていないのか、家族は何も分からないんですよね。だから心配でたまらないと思います。うん。ね、なんかほら北朝鮮とかの人たちも、なんかよく誘拐をさらっちゃうじゃないですか。そのままね、船に乗せて北朝鮮に連れてかれたりとか、まあそういうところもあるんで、なんかあのー、何か強い外部の力、ここに書いて、 外部の強い力でいなくなったのか何も分からずって書いてあるけど自分の意思でいなくなったんならまだ、まあ、分からないですよ家族はだって自分の家族が失踪するって絶対何かあるじゃないですかその何て言うのかな、えー、前触れというかねあのいつも元気がなくな全然いつも元気はないうつ状態会社でいつも嫌だなもう会社行きたくないなって言ってたとかそういうのがあると思うんですけどこうやっていきなりフラット 消えてててしまうっていううっっっいいのはちょっと怖いなって思うんで,すよ、ね、でですね、もう一人僕が気になったのが、この中、村山大河くん17歳なんですよ。で、この17歳の彼もですね、えー、この子ですね、えー、っと、情報を読んでみるとですね、えー、っと、2017年3月31日頃、新潟県の自宅から行方がわからなくなっています、えー。失踪時の服装は黒色のパーカー。 い色のスキニーパンツ、黒色のスニーカーと思われます。えー、スマートフォンを所持しています、えー。家族からのメッセージ。今どうしているのか、えー、元気に暮らしているのか、えー、誰かに自由を奪われているのか全く何もわからず。苦しい日々を送っています。一日も早く元気な顔が見たい。声が聞きたいです。大河の気持ちを理解していなかった。心に寄り添っていなかったことを心から反省しています。どうか連絡くださいって書いてありますね。 うん、まあ、これはね、ちょっと僕は、あちょっと心が打ってきちゃうんですけど、で、これあの、大河の気持ちを理解していなかった、心に寄り添っていなかったことを心から反省していますって、多分これは家族も多分思い当たる節があるんでしょうね、この子が。失踪してしまった理由、うん。で、17歳じゃないですか。えー、2017年に失踪したってことは多分、 15歳とか、14歳の頃に失踪したんでしょうね。うん。だから、今どこで確かにどうしてんのか心配ですよね。14歳、15歳なんて本当子供、本当子供ですよ。もうね、あの、子供もう一人でね、生きていけるかっていうとちょっと微妙だなって僕は思いますのでね。あのね、生きていってくれればいいなって僕は思いますね。こういうね。で、あの、ちょっと元に戻りますけどですね、他にもですね、 あの、こうやって、いろんな人がいるんですね。失踪した方々がね。で、また僕は怖いなと思うのは、この黒い人たちなんですよ。この写真が書いてなくて、こう、黒い、黒くなってる人たちですね。これ夜見ると、また、うってなるんですよ。ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。KE さんは家族と再会されました。ご協力ありがとうございました。IO さんは家族と再会されました。ご協力ありがとうございましたってあるんですけど、あの、 これはいいんですよ。KE さんは家族、ご家族と再会されました。ご協力ありがとうございました。このね、何も書いてないこのご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。この、ご協力ありがとうございました。何も書いてないご協力ありがとうございましたって、まあ、結果が分かったのかなってちょっと思うんですよね。多分、再会できなかったんじゃないか。要は、亡くなってたんじゃないかなって思うんですよ。うん。 で、あのね、ご家族と再会されましたっていう方は多分会えたんでしょうね。うん、まあ僕ちょっと深読みすぎちゃって、まあちょっと、例えばですよ、まあ亡くなっていて、まあご遺体で再会したのかなと思ったんですけど、まあそれはさすがになんかないかなと思ったんですね。この何にもないご協力ありがとうございましたってあるのですね。ちょっと僕心にうってきちゃうんですよ。なんかね、ほらここら辺とかもみんなもう黒いんですよね。写真がないっていうこの状態がちょっとうって。 なっちゃいますね。はい。まあ、あのー、ということでね、この MPS というね、サイトがありますのでね、あの、ぜひ皆さんちょっと読んでみていただければなと、あの、一読していただければなと思うんですね。あ、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、こうですね。えっ、ー、と、はい、これですね。もうちょっとね、これね、夜、夜、このサイトをずっと見てると眠れなくなるんですよ。あのー、なんだろう。 まあ、あの、ご協力ありがとうございましたとか、今までいた人がいなくなるんですよ。写真からパッて消えて、この黒い影みたいなね、イラストになって、ご協力ありがとうございましたってなるとですね、ちょっと、うっ、なんか、あってなるんですよね。まあ、あの、結局見つけんな、あの、まあ、なくなってたって以外でも、あの、創作打ち切りっていうのもあるんですよね。うん。でだから、結局見つかんなかったんだなとか思うと、なんか、うってちょっと、なんか、 心がぐっとなっちゃうんですよね。うん。なんかあのー、結構ですね、僕あの定期的に覗いてるんですよ。これ実すと <laughs>、お前ってこんなサイト定期的に覗いてんのとか思われるかもしれないですけど、ちょっと気になって、やっぱり、あ、この子どうなったのかなって若い子が多いんで、とにかく、どうなったかなって心配で見ちゃうんですよ。で、あ、この人リストから消えたっていうのに気づくんですよ。 うん、で、無事見つかったんだら本当にいいんですけどね、やっぱ家族が諦めたパターンとかあるのかなとか、もう想像するとすごい苦しいんですよね、なんか。うん。まあね、見つかってね、家族仲良く生活してることを望むんですけども、まあ正直ちょっとわからないなって思うんですよ。で、おじいさんやおばあさんが乗ってるパターンでね、結構徘徊とか、ボケて徘徊とかでいなくなっちゃった方とかもいらっしゃると思うんで、まあなんとなくね、ああ、多分どっか徘徊しちゃったんだろうなって思うんですけど、 若い子、こういう、ね、若い子が乗ってる時って、闇深いなーってなんかすごい怖くなるんですよね。うん。でね、さっきも言ったけど、あの時は強く言ってごめんなさいとか、なんか家族がね、なんかそういう自覚してるのを見ると、あっ,ってなんか心の中で、あーってなるんだよね。うん。だってさ、ね。 ほら、家族、ね、例えばメッセージでさ、ね、あれこれ、メッセージで、なんかどこでどうしてんのみんな心配してるよとか、せめて無事でいることだけでも知らせてほしいって書いてあるじゃん。ね、みんな心配して、みんな待ってますって書いてあっても、正直ね、帰れないよ。なんかもう、俺自分が失踪してこの文読んだらグッてくるけど、なんかちょっと帰るかどうかちょっと微妙だと思う。うん。なんか、どうしようかなって。うん。まあでもね、あの、このサイトいろいろ読んでるとですね、あの、ま、他の、そういう行方不明者の のあのどういうふうに接していいか、どういうふうに呼びかけるかを見てると、そういう答えみたいのがあるんですよ。なんか、あのー、マニュアルみたいのが。でやっぱり、心配してるよとか、待ってるよとか、怒らないよ、全然何も起こってないよって、やっぱ伝えるといいらしいんだよね。うん、だからやっぱり失踪した子供とか、そういう、ね、若い子たちが心配してるのは、大体ここら辺らしいんだよね。うん、お,お父さんとお母さん、どうせ怒ってんだろうな、俺のこと許してないんだろうなって思ってるから。 ね、あの、怒らない、怒ってないよ、みんな待ってるよって、優しく帰ってあげるのはいいらしいんだよね。ただ、俺はね、ちょっと帰れないと思う、ふっ、て、なんかなっちゃう。なんか直接的なホラーじゃないんだけど、こういうなんか、すごいなんかこういう僕、サイト見るとちょっとゾクッと怖く感じちゃうんですね。不謹慎かもしれないんですけど。うん、あこういう人たちがいっぱいいるんだなって。 思っちゃいますよね。うん。で、時々ね、人生やり直せるよ、帰っておいでっていうコメントとかもあるんですけど、まさにその本人がね、今人生をやり直してる最中かもしれないんで、なんともは言えないんですけど、うん。まあ、あの、なんだろうな、いなくなった側にも戻りたくない理由があるんだなとかですね、いろいろ考えるとですね、すごいなんかこう、じわーっとこう来るものがあるんですよね。すいません、なんかうまく言えなくて。うん。まあ、あのですね、とりとにかくですね、 この、あの、行方不明者捜索サイト、これね、非常に興味深いんです。あの、不謹慎かもしれないけど、ぜひですね、こういうサイトがあることを皆さんに知ってほしかった。うん。で、あの、日本全国にこれだけ行方不明者、まあ、とりあえず、捜索されてるだけでも、これだけの行方不明者の方がいて、意外に若い方が多いっていうことをですね、知ってほしいなと思ってね、今回ちょっと放送したんですね。 ぜひですね、一度、まあ、こういう行方不明者捜索サイト他にもあるらしいんですけど、僕はいつもこのサイトを見てるんですけど、まあ、そういう、こういうね、行方不明者の捜索サイトを見てですね、もし、もしですよ、あ、自分見たことあるかもって、ちょっとした情報でもいいので、何かあったらですね、あの、ぜひ教えて、 あの、このサイトにね、教えてあげてください。あの、ちょっと面倒くさくてよくわからんわっていう方いたらですね、僕のうちの、あの、この動画のコメントに書いていただいても構いませんので、私はあの、ちょっとそれ見て、あの、私の方からなんかメッセージ送っても構いませんので、まあ、僕の動画のコメントにこんなのありましたって送っておきますので、えー、もし何かちょっとでも情報あったら、ぜひご協力をよろしくお願いします。 はい。では、ちょっと長くなっちゃいましたので、えー、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。あの、もしですね、あの、チャンネル登録とかしていただけると、あの、今後も大変励みになりますので、えー、もしよかったら、えー、ご検討ください、えー。さっきも言った通り、あの、コメントどんどん書き込んでください。この件に関することがありましたら、ちょっとでもいいので、よろしくお願いします。では、今日はこのぐらいで失礼いたします。ありがとうございました。